アイテム番号 SCP-98JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル。 SCP-98JP は通常規格の人型存在収容室に収容し、 SCP-98JP1 群による SCP-98JP の敵対化を防ぐため、可能な限り拘束または何らかの薬剤投与は避けてください。また SCP-98JP に対する暴力、言葉または態度による侮辱は同様に SCP-98JP1 群による敵対化を誘発し得ることに注意してください。 SCP-98JP1 群とは、その代表格である SCP-98JP1A との対話ないし交渉を SCP-98JP を介して行うことで、より高度なコミュニケーションが可能です。その際には、SCP-98JP1 群が有する文化的な背景についての学習マニュアルを必ず閲覧し、記述内の指示に従ってください。SCP-98JP が SCP-98JP1 群によって敵対的となった場合、SCP-98JP1 群と財団との関係の泥沼化を防ぎ、かつ SCP-98JP の身体的な負担を軽減するため、実行力による鎮静ではなく対話による鎮静と相互理解による関係の修復を優先してください。説明。SCP-98JP は北海道出身の収容当時21歳の日本人男性です。異常発言前は両親と共に一般的な中流家庭にて問題なく生活していましたが、年、月、日に膵臓癌に罹患した際に突如異常な性質が発現しました。これらの癌細胞は、現在 SCP-98JP1A との交渉により良性腫瘍に似た活動を示しており、共存状態にあるとみなされています。SCP-98JP は、対象を構成するあらゆる細胞の一つ一つがあたかも集団生活を営む知的生命体であるかのような知性を有し、不明な原理により発話を行います。これらの細胞は SCP-98JP1 と呼ばれ、さらに各細胞の役割と、それに伴う性格の意味付けにより細分化されています。各 SCP-98JP1 が持つ役割と性格については付属資料1を参照してください。SCP-98JP1 は互いにコミュニケーションを取ることが可能であり、多くの個体が常に何らかの会話を周辺の個体と行っています。そのため SCP-98JP は常に全身から無数の囁き声を放っています。SCP-98JP1 群が用いる言語は SCP-98JP 人体上の各地域によって差異が存在し、その情勢代交代に伴う言語の変遷が非常に早いため、現在解明には至っていません。ただし SCP-98JP のみが、SCP-98JP1 全個体の言語を理解しており、また一つ一つの発言を抽出して認識することが可能なようです。そのため、SCP-98JP を介することで、SCP-98JP1 との知的交流が可能です。SCP-98JP1 群は議会制国家に似た独特の文化を有し、SCP-98JP を国土、資源、専守防衛の要と認識しています。SCP-98JP1 にはそれぞれの役割に応じた階級制度が存在し、SCP-98JP1A がその最高位に位置しています。SCP-98JP1 は通常の生体細胞としての挙動以上に、能動的な相互協力や活動の効率化を図ることが可能であり、国土である SCP-98JP の維持と防衛、治療のために最大限の能力を発揮します。また、新陳代謝を制御することで、老廃物の効率的な除去と衛生を保ちます。また、多くの SCP-98JP1 個体は SCP-98JP 外の存在を認識し、何らかの問題が発生した場合には対処しようと努めます。特に SCP-98JP1A の多くは明らかに財団の存在を意識しており、現在 SCP-98JP1 群と財団は潜在的国交関係にあります。
しかし SCP-98-JP1 群は SCP-98-JP の独立した意思については正確に把握しておらず、何らかの超常的な存在であると認識しています。SCP-98-JP の脳活動が、SCP-98-JP1A のそれぞれ独立した思考と意思の連携によって構成されているにもかかわらず、SCP-98-JP が独自の意識を保ち続けていられる理由は不明です。付属資料1。主要な SCP-98-JP1 の特徴一覧。ナンバー、SCP-98-JP1A。対応する人体部位、格納神経細胞。性質、海馬は初期。大脳神秘質は各言語の統制や議会で使用される言語の制定等。本来の脳組織の役割に準ずる性質をそれぞれが持つ。他の個体に比べより知的であり、民族意識が強い。相当する役割、知識層であり支配層。SCP-98-JP1 群の方針を合議制によって決定する。さらに、脳議会、和司法、軍事、外交の決定権を有するとともに、具体的な計画を立案し他の各細胞に直接指令を発信する指令所としても機能している。ナンバー、SCP-98-JP1B。対応する人体部位、各筋肉細胞。性質、SCP-98-JP1A より絶え間なく発される指令通りに連携し、筋肉を動作させる、自主性を持つことはないが、損傷を受けた場合のみ、周辺の個体が指令を待つことなく修復を開始する。相当する役割、労働者階級、肉体を実際に動作させ、さらに核内臓器官や骨格の位置調整や働きを補助する。SCP-98-JP1B 個体同士の連携と人間関係は非常に密だが、積極的に他の細胞とは関係しない。ナンバー、SCP-98-JP1C。対応する人体部位、核内臓細胞。性質、主に自主的に、それぞれの内臓が持つ本来の性質を発揮させる、スケジュール管理を重んじており、それから外れるような事態が発生した際には混乱をきたす。相当する役割、生産階級。それぞれの内臓が持つ役割と同様の役割を持つ。SCP-98-JP1A からの指令を受けることなく普段から自主的に活動しているが、知的活動には興味を持たない。多くの場合で、SCP-98-JP1 群が、移民、と呼称する個体の管理と統制を行っている。ナンバー、SCP-98-JP1D。対応する人体部位、核骨細胞。性質、ほとんど発話を行うことなく、SCP-98-JP1A からの指令なしで活動する、臓骨細胞と破骨細胞の連携により非常に健康的な骨形成が促されている。相当する役割、労働者階級。骨形成とカルシウム管理を行うが、実際の骨格の運用は SCP-98-JP1B に一任している。ナンバー、SCP-98-JP1E。対応する人体部位、核血液細胞。性質、赤血球等の流通担当個体は常時積極的に発話を行い、指令なしで活動する。血小板、白血球といった防衛担当個体は発話を行わず、指令が発されるまでは血液中を移動している。各個体による意識的な活動または代謝の制御によって地流と地中物質は非常に健康的なバランスによって保たれている。相当する役割、労働者階級、治安要員と分業している。流通によって複数の SCP-98-JP1 にエネルギーを供給する個体と、指令によって侵入者を撃退する個体、指令または自主的な活動によって SCP-98-JP の損傷部の修復を行う個体が存在する。ナンバー、SCP-98-JP1F。対応する人体部位、核皮膚細胞。性質、積極的に発話を行う。連携力と自主性が高く、
また SCP-98JP 外部の状況を認識する能力も有する。部位によって言語に差異が見られる最も顕著な例である。相当する役割、市民階級、感覚能力の補助、体内機関の保護、緊急時の防衛、代謝の補助等々の総合的な皮膚本来の役割を果たす。SCP-98JP-1A に対して集団投票による任命権を有する。一部の移民もこれらに組み込まれている。ナンバー、SCP-98JP-1グラム。対応する人体部位、膵臓癌患部の癌細胞。性質、積極的に発話を行う。膵臓の機能を一部補助しており、その見返りとして SCP-98JP-1E からエネルギーを得ている。増殖が抑制されており、SCP-98JP の健康維持に協力の意思を見せている。他の SCP-98JP-1 個体とは明らかに異なる。狩猟民族的な文化体系を有する。相当する役割、明確な役割は有さないが、文化面、実務面の活動は、一つの社会に取り込まれた少数民族のコミュニティを思わせる。と評される。以上発言直後、SCP-98JP-1A との対話によって SCP-98JP-1 のために協力する約定を交わしたとみられる。ナンバー、SCP-98JP-1A。対応する人体部位、核感覚細胞。性質、それぞれの感覚細胞で独自の集団を形成しており、非常に組織立っている。自主性が高く、正確かつ速やかな活動を重視する。SCP-98JP-1A に対する忠誠心が高い。相当する役割、注意の支配階級、感覚細胞としての活動のほか、それぞれの感覚器官そのものの操作や、その操作に関わる SCP-98JP-1B への直接的な指示を担当する。反射を除く活動の多くを SCP-98JP-1A の指令による。ナンバー、SCP-98JP-1I。対応する人体部位、生殖細胞系列。性質、編集済み。相当する役割、削除済み。ナンバー、SCP-98JP-1J。対応する人体部位、脳組織以外の核神経細胞。性質、脳細胞とは大きな構造的差異が存在しないにもかかわらず、明らかに簡略化された役割を果たすに最低限の論理的思考のみを有する。自主性と積極性はなく、SCP-98JP-1A の指令のみで活動する。相当する役割、階の支配階級、または通信仲介役、SCP-98JP-1A の指令を、発話以上に速やかである電気信号によって他の SCP-98JP-1 個体へと伝達する、1個体レベルでの厳密な選定送受信が可能である。ナンバー、SCP-98JP-1K。対応する人体部位、各種常在菌。性質、それぞれの菌種で異なる言語、文化を有する、体細胞による管理と統制の下で、一部の種は従来の常在菌通りの活動を示すが、より効率的であり秩序立ったものである。SCP-98JP を宿主としてからに、3分で SCP-98JP-1 としての異常が発現する、利己的であるが、多くの個体は通常非活性である。相当する役割、明確な役割は持たず、その都度自らの活動を管理と統制の下で行う。他の SCP-98JP-1 種より明確に、移民、と称されている。付属資料に、SCP-98JP 収容時、財団によって SCP-98JP が拘束され、ある種乱暴に扱われたことによって、収容当時 SCP-98JP-1 群は収容について懐疑的でした。SCP-98JP-1A は SCP-98JP-1H と SCP-98JP-1J を通じて情報を入手しており、
さらには拘束時の SCP-98JP が感じたパニックが SCP-98JP 一軍全体の意思へと無意識に伝播したこと。さらには、実際にいくつかの SCP-98JP 一個体が損傷、あるいは死亡したことが、初期の非友好的な関係へとつながりました。さらに、その後の実験によって SCP-98JP 一軍の財団に対する不信は加速し、最終的に SCP-98JP の敵対化現象を招きました。以下はその敵対化現象が顕在化した当時の映像記録です。映像記録09813。中。本実験は SCP-98JP が全身から発する囁き声のような音声の音量が上昇し、叫び声のようなものが混じるようになった原因を調査するための検体採取である。SCP-98JP の抵抗が予想されるため、拘束具を用いた上で対象に鎮静剤を投与し、実行するものとする。映像開始。拘束具を着せられ、椅子に座らされている SCP-98JP が中央に映っている。研究助手が採血のための注射針を SCP-98JP の左腕に挿入する。採血が開始されるのとほぼ同時に、SCP-98JP の全身から響く音声の音量が上昇する。数秒後、音声が、複数の異なった囁き声、から、複数によって同じ言葉を囁く声、へと変化する。SCP-98JP が、何か囁いてる、よく聞こえないけど、祈ってる、と発言。突如 SCP-98JP が拘束具を引きちぎり、研究助手の左腕部を握りつぶす、全身から発される、囁き声、は大きくなり、歓声のようなものが混じり始める。保安要員が駆け込む。映像終了。この後 SCP-98JP は収容を破り、通常収容時の様子や事前検査からは考えられないほどの運動能力でもって、8名の機動部隊員に重傷を負わせました。上記事象は、最終的に、博士が SCP-98JP-1A との交渉を成功させたことによって鎮静化し、その後 SCP-98JP は5日間にわたって昏睡状態となりました。その後、SCP-98JP の特別収容プロトコルの改定について、議論の必要性があると判断された際に、SCP-98JP-1A との前向きな交流の努力の必要性が、博士によって提案されました。提案は、これ以上の科学的サンプルの採取は不必要であり、今後は対象の収容と、文化面精神面の研究を重視すべきとの結論に基づき承認されました。以下は、その後 SCP-98JP が SCP-98JP-1A の声明を書き起こしたものです。我々には力がある。その力は多くを解決することが可能である。帰国にも力がある。その力は多くを破壊することが可能である。しかるにに帰国が我々の同胞に対して行った唐突かつ理不尽極まりない暴力。それは民衆の殺害、拉致、屈辱的仕打ちの実行であり。我らが国土の侵犯と無節制な危害であった。それに対し我々は即座に神のごとき怒りを燃やした。帰国の犯した罪は許し難いものである。よって我々は力を示した。最終防衛プロトコル、ヘルメガルド、は我らの神を呼び起こし、帰国にとって重大な損失をなさしめた。我々は大いなる力を示した。しかし、我々は愚かではない。我々は、帰国が我々の国土を一瞬にして焼き尽くし、我々すべてを白き荒れ野に追放するに十分な力を持っていることを知っている。我々が力を持つと同様に、帰国も力を持つことを知っている。故に、我々は帰国の提案が是であることを認めよう。抑えがたい怒りと拭いがたい屈辱を捨て、新たな出発を願うことを認めよう。我々と帰国は我々が述べるところの潜在的国交関係となる。
互いに干渉は原則控える。だが我々は我々の利益のために帰国が我々を収容したいという望みを叶え、帰国は帰国の利益のために、我々が十分に生存し繁栄できるだけの環境と資源を提供し続けるのである。我々は過去の恨みや痛みよりも、これら将来の利益を選択する。直接の干渉がなくとも、我々と帰国はより良い関係を築くことが可能であろう。我々はそれを認める。それを認めることを、ここに誓おう。おめでとう。我々と帰国には力がある。それは多くを解決することが可能である。